が、吹いてもはげない国産物団和島式物壇店の永田こうでございます。今朝の朝刊チェック、えー、やっぱ長官にはですね。意外とビジネスのネタが落ちております。必ず見るようにしております。前はもう遅くまで寝ててですね。新聞読むどころかぎりぎりまで寝てて、そて生活がおったんですけど、やっぱ早起きして新聞を読むようになってから運が開けてきたかなという感じはいたします、えー、ちなみにこちらですね。広瀬ちゃん幸せになるネガティブ。 だいぶ、なんかこんなもう、8年ぶりの単独ライブ、やっぱ少しずつやっぱり、あの、目が出てきてらっしゃいますね、上が,がりじ、やっぱ人生っていうのは波があるんですね、勉強になります。